go. そうですね。あの日暑かった夏の日差しもそろそろ秋と感じるような空気になってきましたね。季節が過ぎるのが早いです。あと何ヶ月だ、あと4ヶ月だけ今年が終わっちゃうんですよね。早いなあ。これは松茸水物、うん、シイタケ、ヒノキ、まあいろいろキノコは入ってます。キノコしか入ってません。今日はね、岸さんの父親の店行ったんですよ。地元でそれでウェサイトが。で、見てたら、獅子肉が売ってたんですよ。イノシシの肉で。それはね、あれどんだけだろう。300g あっても500だな。それは2000円もとかね、1600円とか。すごい安いしてるんですよね。小学生の頃に知り合いの人が山持ってて、そこで松茸狩りをしようということで連れてってもらったんですけども、取り立ての松茸うまいなぁと子供ながらに思いましたね。Thank you.
抗がん剤を貼るらしいですね。これから本番を迎える飲み会でこういう椎茸、しめじやそんなものを食べて健康になりたいと思います。飲み会じゃダメか、自宅で作って自宅で食べる。最近また一部災害しまして、マスクをかぶりながら暑い中でします。なかなかね、昔みたいに会えるのとは発揮できないんですけど、使える資料をね、暮らしたいと思ってやってます。まあ、松茸の元のスープなんですけども、大丈夫ですよ。今日はね、お腹がすやすや食べるのにいいし、まあ、そうだな、まあ、松茸といえばヤフオクションでね、買ったことあるんですよ。産地は韓国なんですけども、写真見たら内臓を冷えしますけどですよね。ニラチキンもするし、あ、これは皮ごしも使ったんですけど、蓋開けてみたらもうびっくり、幼稚園児の新みたいなのが10本転がってきて、これはやられたと思って、すぐ父さんにメールしたんですよ。音を刺さないし、電話番号も持ってないし、ね、やっぱりいいもんは、一時値段するってことを頭に入れておかなきゃダメだね。この噛み締めるときの感触がたまらないですね。ここさっさとコリコリをして、カロリーも低いですしね。
今日はね、お吸い物なんですけど、普段は水水飲んでます。で、何が一番好きかというと、じゃがいもの水水ですね。その次に、玉ねぎと大根、これかな。皆さんは、どんな水水のおかげですか？感触。これもなくなりました。うまかったな、今日は。こういうキノコで、これ作り、ご飯にもいいんだよね。最近ね、ジム行きだしてから、急に甘いものが好きになって、無性に食べたくなるんですよ。昨日もチョコ買いに行きましたね。おすすめも買ったわ。なんか甘いものが非常に食べたくなるんですよね。なんだろう、あれは。久しぶりのキノコ作りでした。来週もまたしたいな。ということで今日はここまでです。それでは今日もお疲れ様でした。はいちゃん。